どうもこんにちは。 TV チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。 TV です。はい、今日はハイリク連続のリキッドレビュー第3弾です。前回は、ハイリクパワーモンスター、その前々回第1弾はハイリクのグレートスピリットの新作リキッドのレビューをしました。で、今回は第3弾となります。第3弾はハイリク海外版です。ハイリク海外版のなんだけど、ヘイカウボーイ、こちらのリキッドをレビューしていきたいと思います。色がすごい。で、今回のリキッドなんですけど、ヘイカウボーイ、味がハニー、蜂蜜、ナッツ、タバコなどの組み合わせとなっています。価格は現在のハイリクの価格で10.49 ドルから 10.96 ドルなので、今これ60ミリ入ってるんですけど、60ミリリットルで約1500円しないぐらいの価格となっています。ちょっとで、このヘイカウボーイなんですけど、今まで入りくいなかった海外版っていうジャンルの中のタバコ系リキッドです。なんか多分いろいろ結構力入れてきてますね、日本にも。どうなんでしょう。早速吸っていきたいと思いますけど、絵がていうか、なんかアメリカっぽい、こんな絵ね。シャルトルの。で、今回の使っていくモッドタトマイザーは V-GOT ですね。 V-GOT のテクニカルで、設定値が 25W の 0.624、 この設定で吸っていきたいと思います。開封の儀。いや、今回の新作リキッド、グレートスピリットもパワーモンスターも結構美味しかったんで、今回第3弾も期待してるんですけど、なんか顎がね、しゃくれてるからですよね。よく言葉を噛みます。まずシェイクシェイクシェイク、不気味な胸騒ぎ、ちょっぺりだり最高、ヒッピーハクシェイク。やべ、さっきのモンスターでマジでテンション上がっとる俺。お、はいはいはい、あ、匂いいいな。あ、ほんとハニーナッツって感じ。なんかね、ポップコーン開けた時みたい。映画館の食べた時みたいな香りかな。では早速吸っていきたいと思います。癖がある。あのね、あんまり好きじゃない。なんかハニーナッツはちょっと感じるけど、なんか薬品臭いかな。多分スティープしたらちょっと変わると思うんですけど、なんか臭いな。なんかね、生薬、漢方薬、漢方臭い。漢方っぽい味にハニーとナッツで、ハニーナッツじゃなくて漢方が来て後からハニーナッツで、やっぱ残るのは漢方みたいな、そんな味わいですね。コスパはいいけどな。ちょっとでも、まあ来たばっかりだし、結構複雑系のリキッドなんで、多分スティープしたら若干変わってくると思う。なんで、いや、好きになるような予感はするんですよね。その漢方がなくなったら多分歯になってたんで、美味しく吸えるのかなと思うんですけど、今現状これ作ったのが7月18日なので、まだ1週間ぐらいなんですよね。なんで、まあ出来たてなんですよ。だからこれ吸われるんだったら買ってスティープをおすすめします。でも僕は買いません、次はね。そんな感じでした。はい、
で今回のリキッドレビューは大陸の海外版、まあ、レビューをね 3.5 ぐらいだったんで、まあ、微妙な感じだったんですけど、ヘイカウボーイ捨てました。まあ味は漢方ハニーラッツから漢方みたいな感じなんで、まあ気になった方はあのチェックしてみてください。まあおすすめはしません。はい、今日も動画ご覧いただきましてありがとうございました。まあ、今回得点で言えばね、10点中今は5点ですね、5点ぐらい。これをタンクに入れることもちょっと躊躇するぐらいですね。ちょっと RDA でよかった。まあ今後行きたいやな、この辺は。はい、で次回のリキッドレビューなんですけど、次回はちょっと番外編になります。これ大陸買ったことある人、意外と知らない人多いかもしれないんですけど、あの注文するときにコメント欄ってあるんですよね。でコメント欄に、サンプルくださいと、書けば、サンプルが届きます。2ミリなんですけど、まだ未発売のやつので、次回はこのコーヒーシガレット とホワイトオラングタン、ホワイトオラングタン、これのリキッドレビューをしていくので、気になった方はチェックしてみてください。で、今日の動画は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。